よいしょ。それでは十二指腸潰瘍か胃潰瘍か潰瘍性の胃の痛みを訴える方です。で、自分でちょっとお腹を押さえてみてください。ここに痛みがあります。で、朝痛むんですよね。あ、これ覚えておいてくださいね。で、朝痛む、それからお腹の減った時もなんか嫌な感じがすると。それで、それが副交感神経異常興奮の潰瘍、いわゆる十二指腸潰瘍とか胃潰瘍じゃないかと思って今、左手の薬指の清潔尺をやってます。通常胃炎の場合は炎症性ですから、交感神経異常興奮で左足の F1F6F4 清潔尺をするんですけど、まあ、潰瘍がひどくなっている場合はその痛みがあるということで、左足の F1F6 をやりますけども、その前にその原因となっているのが副交感神経であるか交感神経であるかと。で、まずは副交感神経の方から、治療をしております。今朝も辛かったですか？今朝も痛かったです。ご飯食べた後はどうなんです？ちょっと重い気はするけど、そこまで痛かった。そうですね、はいはい。まあ、片手ずつ、片手やって、あと足もやるんですけど、まあ、手で、なんで手でまず治療するかというと、足を触ると、足はどっちかというと横隔膜から下の内臓の治療をするものですから、足を触ったから内科系に影響を及ぼしたんじゃないかと思われるから、まずは手 で手も足も両方とも、高位中枢の脳の副交感神経を抑制することができるので、まあ、どっちでもいいですね。さっき押さえたのと今から押さえるのは違いかどうか押さえてみてください。どんな感じですか？まず軽くなってますね。少し軽いです。少し軽くなってます。少し軽く、はいはい、右手をください。悪くはなってないですね。悪くなってない、はい、今度は右手の H5 をやってみます。左手の方が出が悪かったですね。ということは左手をやった方がいいのかな。右手はよく出てますから、血液がよく出るっていうのはこっちがまともなんですよ。左があんまり良くないのかな。それじゃあですね、また押さえて比較してください。どうぞ。どんな感じですかね？最終用いいんですけど、あんまり変わらない。あんま変わらない。左の方がやっぱり血の出方がすごく悪かったですもんね。これ終わったらこの足をやります。どういうわけか、手も足も薬指と同じ役目をするんですけど、やっぱ効く場所っていうのがあるんですよね。面白いですよね。今度よく出てますね。はい、もう一回押さえてください。どんな感じです？軽くなってます。軽くなりました、はい、ということはこの左手がよく効くということですね。そうですね、左手やった方が良かった感じですよね、はい、もうちょっとやってみましょうかね、よく押さえてください。どんなです？そうですね、さっきあの朝っていうか、する前よりは大丈夫です。よしよし、むしろ周りの方がちょっと
気になります。胃は良くなってるわけですよ。ちょっと足をやってみましょう。胃がシクッと痛むことあります？それはないですか？今じゃなくて、うん、時々、はいはい、あ、それはあります。あるんですね、はい、ということは、はい、胃が傷ついてるんですね。潰瘍で怪我してるんですよ、はい、でその痛みを取るためにはちょっとまた別のとこやらなきゃいけないですよね、はい、ただそのシクッて痛むっていうのはそんなに頻繁にはないんですよね、うん、はいはい、やっぱりなんか、うん、明け方とか、うん、はい、じゃあもう一回押さえてみてください。どんなんです？もう変わらないですね、うん、痛いところっていうのがないですね。もう痛いところ大丈夫です？今大丈夫です、うん、そうですね、指で押さえた痛さですね。でちょっと一つだけやってみますので、胃の治療に左足の親指傷がある場合は傷の治療をしなきゃいけないやつ、傷の痛みを取るようなんですね。で長く胃潰瘍で胃が辛い思いしてるとやっぱり胃は辛いなと感じてるわけですから、うん、それを取ろうと。あの胃が痛い時もあるけどなんか、うん、熱い胃がなんか熱いっていうかなんか焼けてるわけですね。焼けるようなそんな痛さも胃酸がちょっと多いのかな。そうかもしれない、うん、はい、もう一回押さえてみてください。どうです、ね、はい、さっきとも変わらないですかね。そうですね、はい、よしよし、間違いなく副交感神経痛の胃潰瘍であるということが分かりました。はい、はい。